北極村は、中華人民共和国国立交省、大港安嶺畜幕菓市北極地に位置する村。大港安霊山脈の北側、七星山陸のアムール川沿いに位置する中国国内最北端の村。道川を挟んで、ロシアと国境を接している。北極村という村名は、中国の北極という意味から来ている。中国国内で唯一、オーロラを見ることができるほか、 夏季には、白夜も見ることができることから、不夜城の異名を模有している。1997年、幕が市政府により、東村一帯が、北極村風景領有区に指定されている。毎年下市には東村において、幕がオーロラ祭りが開催される。2008年6月21日から23日までの、第18回幕がオーロラ祭りでは、 香港やロシア等から2万人近くの観光客が詰めかけた。同年における夏至に合わせる形で当該祭事は開催され、訪れた観光客たちは明かりをつけたり、かがり火を焚いたりして、一晩中眠らずに、ビアク屋を楽しんだという。2015年4月に北京で世界ポールダンス選手権が開催されたが、同選手権大会の中国開催に対する祝賀も兼ねて、 2014年12月24日にポールダンス中国代表チームのメンバーが東村のアムール川上においてポールダンスを披露した。当時、同川は凍結状態にあったという。なお、本来の披露目的は精神鍛錬の一環であったといい、同チームが東村のような国間の地でポールダンスを披露することは過去にもあったという。幕がコレン空港より伸びる。 コンクリート舗装の爆北高速道路を利用することによりアクセス可能となっている。AB、北極村。中国観光地案内中国旅行ガイド。旅情中国。2015年4月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年4月30日閲覧。ハット AB、中国最北端。北極村の自然景観。フォトギャラリー。チャイナネット。 2015年4月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年4月29日閲覧オーロラが空に浮かぶ中国最北端の北極村人民網日本語版人民日報社2015年4月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年4月29日閲覧バクカ北極村から提供北極村旅ー。 北極村重宿市淳。爆画は旅有望。2015年4月29日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年4月29日閲覧。2万人の観光客が、オーロラ観賞国理工賞爆が、中国通信社。2015年4月29日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年4月29日閲覧。 2015年世界ポールダンス選手権技と力でスポーツアピール。エンタメ EX コンテンツサンキビス。2015年4月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年4月29日閲覧。ハット AB ポールダンス国家チームが冷化摂取50度の国間の中で技を披露。人民も日本語版。人民日報社、 2015年4月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年4月29日閲覧中国ボールダンス国家代表霊下50度の極寒で華麗なポーズ中国メディアフォーカスアジアコム2015年4月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年4月29日閲覧アーカイブ オリジナルの2015年4月25日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20150425084559/.http コロンスラッシュスラッシュ www.arachina.com スラッシュニューススラッシュ trvl-news スラッシュ 2011092901.htm2015 年4月25日閲覧ありがとうございます。